バンドメイド日本。さいませ、ご主人様、お嬢様、バンドメイドのギターボーカル小畑美久です。っぽーボーカル佐伯です。今日からこの時間はハードロックバンドバンドメイドの新番組バンドメイド日本をお送りします。っぽーぜひ最後までお付き合いください。っぽーさあついに始まりました。っぽーレギュラー番組初、イエーイ、嬉しいよ、嬉しい。っぽーついにラジオの ねえ夢でしたっぽね。結構バンドメイドいろんなね、あのラジオとかでゲストとしてはよくお邪魔させていただいてましたが、こうしてレギュラーとして ねラジオができることは本当に嬉しく思いますっぽね。ありがとうございます。意気込みをぜひ、はい、さいちゃんくださいっぽ。意気込み、うん、そうですね、バンドメイドの音楽の良さもお伝えしつつ、うん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 、私たち小バトと佐伯のキャラもこう受け入れてもらえるよ、うんうん、そうですかね。なかなか2人とも癖が強いし、ポッポ片方は言ってるので、るその辺も含めてこう丸ごと愛してもらえるような、ね、丸ごと愛してもらえるような、はい、番組にしたいです、はい、ぜひ皆様心をね優しく持っていただいて、ゆるくね、ゆるく聞いてください、聞いて、はい、くださいっぽ。実はこの番組10月4日と11日に特別番組を放送させていただきました、うん、 そ, はい、その時の感想が届いているみたいなので、嬉しい、嬉しいっぽね、紹介していきたいと思いますっぽ。ドキドキ、茨城県つくば市のラジオネームあらちーさんよりいただきましたっぽ。どうも、小畑さん、佐伯さん、こんばんは。この前放送されていた番組で初めてバンドメイドを知りました。わあ、嬉しいっぽいと思っていたのですが、あれ、ラジオより前にネットフリックスのケイトを見ていたので、ああ、この人たちかとリンクしました。すごい、ケイトにね出演させてもらってるんだもんね。自己紹介で2人が競馬と阪神が好きと言っていましたね、うん、居酒屋にいるおじさんみたいだなと思いましたでも音楽はかっこいいのでギャップに衰えています。僕も競馬が好きでジャイアンツファンですが、野球も好きなので、なるほど、番組でお話ししてくれるのを楽しみにしてますとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。ポー、嬉しい、嬉しいポね、うん、ケイト見てくれたんですポね、偶然みたいだったね。それもびっくりなんですけど、ね、ネットフリックスで今公開されてる、はい、ケイトに私たちハリウッドデビューでね、です、バンドメイドがバンドメイドとして出演させてもらって、本人たち役としてね、で楽曲も映画内に使われていて、うん、なのでぜひね見てない方は見てほしいし、ね、見てほしいですね、うん、びっくりです、その人ね、すごいっぽ嬉しい、ありがとうございます。番組の時の反響とかってなんかあったっぽ？終わった後でしょ、うん、そうそうそう、ツイッターとかで感想ね たくさん来たっぽね、うん、来てた、うん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 、みんなツイートしてくれたって、ね、嬉しかった、嬉しいっぽね。でもレギュラーでさらにいろんな方にね、うん、聞いてもらえたら嬉しいっぽね。はい、ぜひ、うん、ハッシュタグバンドメイド日本ってぜひ、ね、ローマ字だよね、うん、ローマ字だっぽ、熱があるから、うん、つけてツイートね、めちゃくちゃ見てるんでうん、小バトも見てるっぽ、終わったらすぐこうやって検索してるっぽスクロールスクロールって、ね、でみんなあの、うん、ゆるくてぽなんか楽しかったって書いてくれてる人多かった、ね、MC 聞いてるみたいだったって書いてる人もいたっぽそうだね、バンドメイドのお給仕、あのライブをね、うん、見てくださってる方は MC も結構比較的こんな感じでゆるくやってるのでですね、うん、ライブ感も伝わるかもしれないっぽね、かもかも、うんうん、前回ね競馬の話とか、うん、あの阪神の話も少しさせていただいてしましたね。今ちょうど秋で競馬も盛り上がってるし、いっぱい競馬、うん、これから忙しいよ。そう忙しいんだけど、一番推しのソダシちゃんがちょっと あの歯でね怪我したんだっけ、怪我しちゃったから、お互い頑張ろうっぽね。そうだね、はい、じゃあ明るくいこう、もう一枚明るくいこうっぽ、もう一枚メールが来ていますっぽ。すごい、あ、すごい、海外の方から、わお、わお、小畑先生お願いします。できるかな。カナダの方でジョン様、から来てますぽ。ありがとうございますぽ。読ませていただきますぽね、うん。Good day, I'm looking forward to the show.、うん、And I'm also looking forward to the release of the new single Sense.
はい、なるほど。この番、こんにちは。この番組をとても楽しみにしてくれていましたと、はい。ありがとうございます。そして新曲のセンスも楽しみにいつもしていてくださっているそうですぽ。なぜなら、なぜなら、今日、10月27日は、そうだよ。ニューシングルセンスのリリース日ですぽ。おめでとうぽ。めでたい音が。ババババってなったっぽ。はい、はい、ということでね、リリースセンスがようやくリリースしましたぽ、うん。このセンスはテレビアニメプラチナエンドのオープニングテーマとなっておりますぽね、はい。プラチナエンドでは先にもう公開されていて、うん、あのテレビサイズバージョンのセンスはもう流れてたんですけど、フルで今日から皆様聞けるということで、ミュージックビデオとか見てくれてんじゃない？あ、確かに。どうなのかな、どんな反応なんだろうね、気になるとね。結構かっこいいよ。結構じゃないっぽ。相当かっこいいっぽね。うん、ミュージックビデオは羽も落ちてきたりとか、あれね、合成じゃなくてちゃんとリアルで、リアルな羽をねやっていたりとか、羽もそうだけど、うん、プラチナエンドにこう合わせて、うん、白い矢と赤い矢、うん、もう実際にこう小道具としてね、イメージシーンで持ってたり、持ってたよね、赤い矢持ってたっぽ。さいちゃんはほら、ごめんね、羽生えて、あ、そう、羽ね、映えね、映えって言わないっぽ、映えショットみたいに言わないっぽ。確かに映えスポットでああいうの流行ってるけどっぽ。流行ってたじゃん。うん、流行ってたっぽね。さいちゃんが天使になっていて、センスはね、私あれ恥ずかしかったんだよ。知ってる。でも小鳩も撮ったんだっぽ、あれ謎に。見てた見てた。でも使われなかったっぽ。それ言うと私の恥ずかしかったが薄まるからやめてくんない？小鳩さんのカットされてるんだってなっちゃうから。いや多分ね、思ったんだけどっぽ、小鳩じゃ、小鳩いっぱい撮ってたもん。だし、その多分イメージ的に小鳩、うん、映えスポット撮ってそうだなって思われたんだと思ったっぽ。そこ。そんなことないと思うよ。あ、こいつ普段も撮ってそうだからって思われ。実際はどうなんですか？何回かあるっぽ。あるんだ。だってほら、海外行った時にあったっぽ。アメリカ行った時に。ああ撮ったっぽ。撮ったね。うん、みんなで撮ったっぽ、なんなら。私は、ミサちゃんと、うん、あーちゃんを引き連れて、3人で撮ったよ。なぜか私だけ1人で撮らされたっぽ。かなみちゃんには断られた。うん、かなみちゃんも寝るって言ってたっぽね。寝るって言ってたね。うん、はい。センスにお話に戻すと。ごめんね、うん、はい。センスどんな曲になってますかっぽ。そうね。うん。イントロのさ、うんうん、壮大なオーケストラが、うん、オーケストラだっぽ。私たちにとっては初めてな、そう、初挑戦というか、ね、うんうんうん、ね、だったから。だった。もともとバンドメイドで、その今回プラチナエンドのオープニング曲として、うん、決定しましたっぽって言って、わー、ありがとうございますっぽってお話しして、うん、バンドメイドらしい感じで作らせていただいて、うん、そっからアニメの方とこう詰めていったんですが、もともとオーケストラの部分は最初はなかったっぽね。普通にっていうことじゃないけど、うんうん、普通にバンドサウンドだったよね、うんうん、バンドサウンドでインする感じだったのが、ちょっと壮大な感じを加えたいとのことで、うん、はい、オーケストラが入って、いただきまして、うん、なかなかバンドメイドではやったことない試みだったので、誰もねできないっていう風になって、うん、ギターのかなみちゃんが作曲を基本してくれてるんですが、ぽ、うん、いろんな方に聞いて、そう、アドバイスもらって、アドバイスいただいて、お勉強したんでしょ、お勉強して作って、ありがとうございます、できました。無事。だから今後はね、うん、なんか他の曲にもオーケストラの要素とかね入れれるようになったらいいっぽね、うん、ね、うん、こういう曲とか、うんうん、かっこいいなって本当に思ったから、うん、思ったっぽ、すごく増やしていきたいよ、うん、バンドメイドにオーケストラって意外と合うんだなって思ったっぽ、ね、ギャップが ねすごく良くて、ね、いい使い方したいですね。ね、いい使い方で今後かなみ先生頑張っていただいて、お願いします、よろしくお願いします、はい、きっとこれも聞いてくれてると思うので、うん、伝わると思いますぽ、はい、はい、お、質問のメールもあるの？来てるそうですぽ。質問読むぽね。はいよ、ラジオネームミロク様からいただきましたぽ。どうも。プライベートでメンバーと遊んだり連絡を取り合ったりすることはありますか？連絡するときはどんな内容なんですか、ということですぽ。あ、そんなこと聞くんですか？聞いちゃダメだぽ。私たちは常に連絡を取り合っています。常にですし、もうだってそれこそ昨日もずっとテレビ電話つないでたぽ。そうだ。うん。昨日も
あのセンスの取材を受けてたんですけどね。私とサイちゃんでね、取材そうそうそう受けさせてもらって、うん、あそうで小鳩にサプライズで、あそうそうそう、バースデープレゼントをもらったんだっぽ。朝その行ったら、取材の場所に行ったら、着替える前にちょっとサイちゃんが隣の部屋小鳩行ってよって言われて、行ったら携帯がポンって置いてあって、携帯にみんなが映ってて、他のメンバーが映ってて、サイちゃんが後ろから誕生日プレゼントを持ってきてくれましたっぽ。サプライズをしまして。で、そこから、ずーっと他のメンバー繋いでたみたいで。夜に終わったんだよね。夜に終わったっぽ。何時間だっぽ。結構な時間だったっぽ。5時間ぐらいは。5時間以上は繋いでたっぽね。繋ぎっぱだったと思う。で、その後も、なんやかんやメンバーで LINE してたしっぽね。LINE してるし。繋がってない時の方があんまりないね。ないっぽね。連絡取ってない時ってあんまりないっぽね。ない。だ全員で取ってなくても、誰かと誰かは取ってるとか。で、誰かしらで取ってるから、小鳩が何々って言ってたよとか。そう、繋がっていくんだっぽね。伝言ゲームみたいになるっぽね。でもなるから。うん。ずっとです。ずっとですぽ。もう一個質問あるからそっちに行きましょうぽ。もう一個。はい、行きましょうぽ。ラジオネーム、カマンベールチーズさんからいただきましたぽ。カマンベール好きです。カマンベール私も好きだぽ。スタジオで楽曲制作やレコーディングの際、いつも決まって食べるものは何かありますかということですぽ。ご飯ってこと？ご飯。な、飴とかそういうのは確実にね、食べて取るけど、私前日にはカツ丼も食べます。言ってたっぽ。食べるようになったでね。そう。食べるようになったんだっぽね。結構だからセンスもとってもいいよ。そうだね。はい、乗ってるっぽね。はい。カツの気持ちがね、乗ってるっぽ。ったので、はい。そうなんです。はい。ということで、じゃあ、勝つの気持ちを持って、皆さんも勝ちたいとき、勝負の前には、カツ丼食べてください。ね、カツ丼を食べてもらいましょうぽ。そして、このカツ丼を食べて、こう、海苔に乗って取れたセンスを聞いてほしい、うん。そうですぽね。うん。センスを聞いて、勝負に挑むっていう。あ、それでもいいよ。よ私が、カツ丼食べて勝ってるから、そうそうそう、センスのレコーディングに。ゲン担ぎになるっぽね。ちょっとカツ丼でもセンスを、聞いていただいたら大丈夫、ね、ということで。とにかくセンスを聞いてくれと。はい、そうです。そういうことですぽね。そうです。はい、わかりましたっぽ、最近生。はい、はい、ということで、ここで一曲聞いていただきましょうぽ。本日、10月27日リリース、バンドメイドでセンス。バンドメイド日本。バンドメイド日本、あっという間ですがお別れのお時間ですっぽ。ラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。さあ第1回始まりましたっぽね。終わっちゃっていかがでしたかっぽ。あっという間ね。ね、一瞬だっぽね。ね、でも、うん、あの感想メールとか、うんうん、質問メール、うんうん、本当にもらえたのが嬉しいんだけど。嬉しいっぽね。来なかったらどうしようってね。思ってたっぽね。よかったね。今後もこうやって、うん、ラジオを通してご主人様、はい、お嬢様とね会話をしていけたらいいですぽね、うん、です。はい、ここでバンドメイドからお知らせですぽ、はい、本日10月27日ニューシングルセンスをリリースぽ。この曲はテレビアニメプラチナエンドオープニングテーマとなっておりますぽ。ネットフリックス映画ケイトにバンドメイド役で出演しています。そして最後、コバトミック、はい、TikTok を始めておりますぽ。毎日どしどしフォローしてください。お願いしますぽ。毎日ね頑張って投稿しているので、ね、うちの猫トラもたまに出てきますぽ。トラのやつがいい。あー、ごめんぽ。じゃあトラ多めに。トラ多めがいいな。わかりましたぽ。トラ多めで頑張りますぽ、はい、その他最新情報などを含め、ぜひ私たちバンドメイド公式ホームページをチェックしてみてくださいぽ。はい、番組では皆様からのメールを募集していますっぽ。質問や番組を聞いての感想、そしてサイちゃんへぶつけたい人生相談も送ってくださいっぽ。はい、受付メールアドレスは bm@1242.com bm@1242.com ですっぽ。ツイッターのハッシュタグはすべてアルファベットでバンドメイド日本ですっぽ。
番組の公式ツイッターアカウントもあるのでフォローしてみてください。さあ、ここまでのお相手はバンドメイドの小鳩ミクと佐伯でした。いってらっしゃいませ、ご主人様、お嬢様。バイバイっぽー。バイバイ。